ヤーン・ノボタは、スロバキアトルナバ県出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。16歳で、スロバキアの FK コバセネツで、トップチームデビュー。22歳で当時スロバキア2部に属していた FC、セネツに移籍。移籍後の初シーズンで、スロバキア1部リーグへの昇格を飾る。2008年、 同クラブは、財政の悪化から、同リーグに属する FCDAC1904、ドゥナイスカーストレダと合併。選手本人は在籍クラブ名が、合併先の FCDAC1904、ドゥナイスカーストレダに変わっても、不動の正ゴールキーパーとして、チーム内の立場は変わらなかったため、そのままクラブに在籍する形になった。二0 1年七月にギリシャスーパーリーグに属する。 パンセライコスに移籍するものの、給料未払いが続き、2011年1月には、フルスの FCDAC1904 ドゥナイスカー、ストレダに復帰。再び性ゴールキーパーとして2010から11年シーズン、終了まで同クラブでプレーした。2011年夏に、オーストリアブンデスリーガに属する SK ラピードウィーンに移籍。ヘルゲパイヤーからポジションを奪った形で、 同クラブの正ゴールキーパーに定着した。2015年12月には SK ラピードウィーンとの契約が2018年6月まで延長されたことが発表された。UEFA チャンピオンズリーグ最終予選や UEFA ヨーロッパリーグでは27試合に出場し、2015から16年シーズンでは UEFA チャンピオンズリーグ最終予選で オランダエールディビジーに属するアヤックスを破った、試合での立役者になった。ありがとうございます。